全国の最高気温を振り返ってみますと、今日も北日本から西日本まで広い範囲で30度前後まで上がりました。全国のおよそ3分の1の地点で30度以上真夏日となったんです。東京や大阪も今年初めての真夏日となりました。また大分県の日田市では 35.6 度まで上がって全国で今年初めての猛暑日となったんです。